会場を包んだ大きな拍手。舞台となったのは日本から9000キロ離れた南ヨーロッパのクロアチア。アドリア海に面する港町リエカです。ここで開かれる国際青少年音楽祭に参加するのは、米子市を拠点に活動する山陰少年少女合唱団リトルフェニックスです。練習を重ねてきたものの、その舞台を見るのはこの日が初めて。1列目からこれ無理だよ。1列目のあと2列目が入るのは。リハーサルで細かな調整はギリギリまで行われました。その本格的な練習が始まったのは1ヶ月ほど前のことでした。音楽祭を1ヶ月後に控えた先月11日、クロアチアの合唱団指導者らが米子市を訪れました。目的は音楽祭でリトルフェニックスとクロアチアの合唱団が一緒に歌うためです。両都市の子どもたちが一緒に集って音楽文化を一緒に経験することを大変期待しております。協力し合えて楽しい舞台にしたい。日本の代表として行くので最高の演技ができるように頑張りたいと思います。それからおよそ1ヶ月、リトルフェニックスのメンバーはクロアチア、リエカに到着しました。そして音楽祭に一緒に参加するカップ合唱団とともに初めて一緒に練習です。子供早いでしょ。これが一番いいんですよ。楽しくて歌って本当にいいと思います。メンバーはホームステイをしながら毎日練習を重ね、音楽祭当日を迎えます。本番を前にリトルフェニックスはリエカ市役所を訪問しました。今回皆さんの歌声を聞いてとても期待しております。この機会を機に皆さんがクロアチアと交流することを願っております。そしていよいよ本番を迎えるのですが、音楽祭の舞台はこちらリエカ市の高台にあるトルサット城だったんですけれども、あいにくの雨のため屋内に変更になりました。リエカの町の由来は英語で言うとリバー、川です。連日の雨と夜の気温が10度前後と低くなったことから、音楽祭の会場は高台にある古城トルサット城から近くのホールに変更になりました。いや、ちょっと緊張してきてます。ものすごい緊張してるけど、本番に本気を出せるように頑張ります。リハーサルが始まると少しずつ緊張感が高まります。そして、Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming today to this choir's concert. It's a special honor. いよいよ音楽祭の始まりです。
クロアチアの合唱団と一緒に歌うリトルフェニックス。日本の歌声で観客を魅了しました。さらに山陰の民謡や笠踊り、練習を重ねたクロアチアの歌も。鳴り止まない拍手に応え、アンコールに応えたのは。It was beautiful. Absolutely amazing. Wonderful, and we understand each other. いや、もう大変感動しました。もう素晴らしいと思います。素晴らしいコーラスで本当に感動いたしました。 It's so wonderful experience and I would love to come to Japan. 本当にとても頑張れてよかったなって思いました。全てを出し切って頑張りました。本当にね、一生懸命やったっていうのが現れたと思いますので、もう何も言うことないです。合唱が取り持ったクロアチアでの9日間はあっという間に過ぎ去りました。言葉は少々通じなくても歌があれば気持ちが通じる。身をもって音楽の価値を学んだ9日間、その経験はリトルフェニックスとクロアチアの人たちの一人一人の胸に刻まれ、新しい世界を作り出してくれるに違いありません。